すみません、リーディング対策いってみたいと思います。今日の全体像はこちら。まずは注目ポイントをお話しして、で、その後問題演習。こういう流れでいってみたいと思いますので、頑張っていきましょう。すみません、以前お話した内容でございます。こちらをもとに今日は進めますね。さあ皆さん、こちらご覧くださいね。前回に引き続いて今日のファクトとオピニオン、こちらの問題が出てきます。で、注目するべきところもすでに分かっております。カッコ1番ファクト問題、それは数字を含んでいる文章中に注目。そしてカッコ2番のオピニオン、これはコメントフィードバックインプット、それを含んでいる文章中と、これですね、引用符を含んでいる文章中、そこに注目していただきますと正解を導きやすくなります。そして正解のヒントとなる文章には対比を示すキーワードも含まれますよ。まあこのあたりも以前からお伝えはしてるんですが、カッコ1番 but や however、 しかしということですから前後は対比。そしてカッコ2番の other、 皆さん other があるということは左側と右側、これが正反対の内容になりますからね。このカッコ1番やカッコ2番、そのキーワードを含んでる文章中がヒントをくれますからね。さあ皆さん、今日新たに追加していただきたいのはこちら、話題の展開パターン。これが次回以降にも繋がっていきますので、一緒に考えながら進めましょう。さあ皆さん、全体像はこちらでございます。これぐらいの長さであるということを認識していただけると OK です。さあ皆さん、こちらですね。前提となる部分でございますので、一読だけお願いします。さあ皆さん、問いの1番の設問の指示でございます。まずはスキャニングですね。つまりこの設問の指示のどの部分を記憶すべきなのか、どこを頭に残して本文へ読み進めるのか、それの確定をまずはお願いします。ということで、皆さん、スキャニングの最優先は動詞から右側でしたね。ですから want という助動詞から右側で、皆さん読んでいただけると許されませんと。ですからここを記憶して本文ですね。これ皆さん第一段落でございますので、これを一読していただいた後、選択肢の検討ですね、正解を見つけ出すところまでお願いします。さあ皆さん、該当箇所はここですよね。ですから熟読すべき部分はこの三角括弧でくぐったところで、皆さん読んでいただけますとわかりますよね。携帯電話を使うことは許されません。学校においていついかなる時も、ただし特別な許可がなければと書いておりますので、まあ許可があれば使ってもいいんですが、それがなければ使ってはいけません。それを言ってる選択肢が見つかりますよね。で、選択肢の1番、親は出てきていないですね。で、選択肢の2番、これは持ってくることは許されてますからね。で、選択肢の3番、卒業の話はないですね。で、選択肢の4番、特別な場合を除いて学校で携帯を使うことは許されておりません。皆さん、この三角括弧で食ったところもそのまんまズバリですね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。ですから皆さん、スキャニングで皆さん読むべきところ、探すべきところをやっぱり事前に頭の中に入れていけば、該当箇所にたどり着いてその後が早いですよね。で、なおかつちょっと皆さん思い出していただきたいんですが、この正解の根拠となった文章中、対比を示すキーワードがありますよね。そうです、 but ですよね。しかしということで対比ですから、対比を含んでいる文章中もヒントになりますので、そのあたりも意識しながら次の問題に行きますね。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。まずは設問指示を読んでいただいて、記憶に残すべきところ、そこをまずは確定していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、スキャニングの最優先はこの動詞から右側ですが、皆さん、その右側見ても選択肢の中に入り込んじゃいますので、次に優先するのは主語でしたね。で、皆さん、主語を確認すると、皆さん、オピニオン、もちろんオピニオン問題は本文中にこれがオピニオンですよとは書いてくれておりません。ですが、我々はもう注目すべきところを分かっております。これは皆さん、前回の動画でもお伝えはしたんですが、オピニオンは引用符で囲まれたところ、そこに現れますので、皆さん、この文章中ですね、引用符のところを中心に読んでいただけますと、選択肢容易に選べるかと思いますので、検討をお願いします。で、皆さん読み始めていただけると、まずはここにぶち当たりますよね。ですから熟読すべき部分が確実にわかりました。
で、読んでみると these days、 最近生徒さんは遊びませんよ、休憩時間に。そうです、生徒さんは休憩時間に全く遊ばないんですね。で、何をしてるかというと、皆さんその次の文章、スマホの前にいるんですよね。で、皆さんそれ教育的観点からいくと、もうめっちゃ問題だという話でございます。ですから最近の生徒さんは休憩時間に遊ばない。それで皆さん選択肢選んでいただけますといけますよね。まずは選択肢の1番、授業中の話はしてませんね。で、選択肢の2番をすっ飛ばして3番、政府の話が出てこないですね。で、選択肢の4番、生徒さんの目の話はないですね。で、選択肢の2番、 between classes ということですから、授業と授業の間、つまり休憩時間に友達と遊んだ方がいいですよ。そうです、休憩時間の話してますよね。ですから休憩時間にはスマホを見ちゃうんですね。だからこそ皆さん遊んだ方がいいですよということですので、2番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いて問いの3番でございます。まずはスキャニング、説明の指示を一読していただいて、で、記憶に残すべきところ、それの確定をお願いします。で、皆さんこれは先ほどの問いの2番と同じように、動詞の右側ですね、そこを見ても選択肢に突入してしまいますので、次のステップとして主語に注目でしたね。で、皆さんオピニオンと書いておりますので、これも先ほどと同じようにクォーテーションマーク、つまり引用符を含んでいるところですね。そこを熟読して選択肢検討していただけますとよろしいかと思います。それではまず注目していただきたいのはこのあたりですよね。田辺さん読んでいただいてわかるかと思いますが、その段階で選択肢は削れないので、皆さん2箇所目の引用符ですね、つまり段落の後半、このあたりから皆さん選択肢、正しいものを選んでいただいたかと思います。で、おそらく皆さん最終的にはこの最後の文章ですね、ここが決め手になったかと思います。で、皆さん読んでいただきますと、もし全ての学校がロッカーを提供しなければならない場合、それを子供たちが保管するんですね、自分の携帯電話を。で、そうなった場合は莫大なお金、そしてスペースが必要になるでしょうね。で、そういう内容を選択肢の中から探していただけますと、まずは選択肢の1番、これは皆さん生徒さんに何か教える話はないですね。で、選択肢の2番も日々のコミュニケーション、記載がないですね。で、選択肢の3番すっ飛ばして選択肢の4番、規則を全ての生徒さんに当てはめる、その話もないですね。ですが選択肢の3番、生徒さんの携帯電話を保管するお金、その費用が高すぎるということになるでしょうね。そうですね、保管する話がしっかり書かれております。そして皆さんお金かかりますよというところも記載されてますよね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんオピニオンの問題2問連続で解いていただいてわかるかと思いますが、やっぱりこういう引用符ですね、そこがヒントになりましたので、読むべきところは分かっていただいたんじゃないかなって感じがいたします。そしてヒントをくれた文章中、先ほどの問題ではバットが絡んだ通り、今回は other ですよね。これは1回目の授業でもお伝えはしているんですが、 other parents がいるということは several parents、そうです、こういう親もいればこういう親もいますよ、まさに前後は対比関係ですね。ですからやっぱり正解の根拠となるところには対比が絡む、こういうところまで知っておくとやはり正解にたどり着くスピードが全く違いますよね。もう読むべき文章わかりますからね。ですからこのあたりも参考なさっていただけますとよろしいかと思います。さあ皆さん続いて問いの4番なんですが、これ皆さん説明の指示を読んでいただいてわかるかと思います。これ何ですかということです。で、皆さんこれは本文該当箇所も確実にわかりますので、一読をしていただいた後選択肢検討するところまでよろしくお願いします。さあ皆さんこのそのものの意味なんですが、人は時代とともに生きなければいけませんよ。で、この内容で皆さん選択肢眺めていただいてですね、わかる方いらっしゃるかと思います。で、いまいち決めかねてる方ですね、皆さん該当箇所これでございますが、その次の文章ですね、
そこを読んでいただいてヒントをもらうというのも OK です。そうすみさん、出だし、It doesn't make sense. 意味がないですよ。To force children, 子供たちに強制すること。で、それが to have the same childhood that we had。つまり私たち大人と同じようなことをですね。それを子供に押し付ける。つまり大人が子供だった時にやっていたことですね。それを今の子供たちに押し付けるのは意味がないですよ。ということを言い方を変えると、私たち大人は大人。で、今の子供は今の子供。その時代に合わせて臨機応変に対応していくという話ですね。ですから選択肢の1番。自分たちが生きている時に応じて生活様式を変えていく。まさにそのまんまでございます。で、選択肢の2番。傾向とか流行にとらわれず自分自身のやり方で生きていく。これだと時代に合わせられないということですね。で、選択肢の3番。子供時代の記憶を覚えてます。まあそういう話はないですね。で、選択肢4番も遅れないで、まあ書いていませんよね。ですから今回は1番。これで問題ないかと思います。で、皆さん正解のヒントとなった部分よくご覧くださいね。先ほどの問いの3番でもお伝えしましたが、Several parents と other parents、対比。つまり反対の内容があるところですよね。そこにヒントが転がってます。ということで、参考なさってくださいね。さあ、最後の問題でございます。まずはスキャニング。説明の指示を一読していただいて、記憶に残すべき部分ですね。それの確定をお願いします。皆さん、最優先は動詞なんですが、ここの空所のところが動詞になっちゃってますよね。ですから、そういう場合は主語。ここを頭の中に入れて本文ですね。一読していただいた後、選択肢。検討するところまでお願いします。デビさん、本文読み始めると、もうまさにダニエル・マッカーシーさんいましたね。で、その彼のコメントを今から読み始めるんですが、皆さんおそらくこのあたりで皆さん答え見つけ出したと思います。よくやったフランス。これ皆さんいけそうですよね。で、選択肢の1番。特定の意見はない。これ皆さんよくやったって言ってるわけですから意見はありますよね。で、皆さん選択肢の2、3飛ばして4。これだと皆さん disagrees ということですから反対しちゃってますよね。ですからどっちかっていうと2番、3番、agrees。同意してる様子が伺えます。あとは2番だったら partly。一部分。選択肢の3番だったら strongly。めっちゃ同意。で、今回は well done, France. びっくりマーク。そう、びっくりマークありますよね。まあもちろんそれで選んでいただいてもいいし、この続き読んでいただいても否定的な発言はないですね。ですから部分的に同意してるわけではなさそうです。よって全面的に同意をしている3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん振り返りますね。話題の展開パターンですが、カッコ1番スマホ。これに対してフランスの政府は学校に持ってくることは許可してました。ですが校舎内で使用は禁止しましたね。つまり許可している点と禁止しているところ。まさに対比ですよね。そしてカッコ2番政策。それに対して賛成している人の意見。よくやったぞフランスというところが説問に絡んでましたし、休み時間は遊びやというところも説問に絡んでましたね。一方それに対して反対している親御さんの意見も絡んでました。ですから賛成している人と反対している人の意見。まさに対比。ですから対比のキーワードを含んでる文章中が説問のヒントをくれてましたが、話の展開が対比のところ。そこも説問に絡んでましたね。ですから全体像を見ても、こういう細かいところを見ても、やっぱり対比が絡む。そういうことを意識していただきたいと思います。で、こういう発想は次回以降にもつながりますので、スクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。